大好き、あっという間に人は死ぬから、はい、佐藤舞さんですね、はい、統計心理学のお姉さん佐藤舞さんと、はい、USJ を劇的に変えたたった一つの考え方森岡剛さん、本って面白いですよね、はい、はい、というところで佐藤舞さんから、はい、知識を拝借したいと思うんですけど、目標を最終到達点にしてはいけないよみたいなのは昨日もちょっとお話ししたんですけども、ゴールを達成した後に何に励みたいかっていうのを考えていこうねっていう話があり、この本では価値観を見つけるお手伝いをしますなんていうのがあるんですけども、価値は生きる意味や目的を見出してくれるものだが、何のために生きているのかという漠然とした問いを設定してしまうと、幸せになるためとか幸福を得るためといった回答になってしまうことがあります、はい、私が言った結局なんかみんな一緒になりませんかと、はい、人と幸せを共有してとか、はい、結局そこになっていってしまうじゃないか、はい、っていうのがここに書いてあるんです。しかし価値とは能動的で習慣的な行動であり、幸せをすることができないと、はい、幸せはプレイできないんだと、幸せは日々の生活の質の副産物であり日々できる行動ではないと、心理学者ラス・ハリスは著書幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない、はい、で ACT の基本的な原則を分かりやすく紹介していると。この幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない、はい、現代はザ・ハピネス・トラップ、幸福の罠、人々が幸福を追求するときに個人が陥りやすい心理的なジレンマを指摘していると。幸福な状態が標準な状態であると思い込んでいると幸福でないのは不幸であると考えてしまい、自分の欠点や成功者に比べて自分に不足している部分に目が行きやすくなると。なのでこの ACT では感情にとらわれず自分がコントロールできる日々の行動に目を向けることを重視していると、はい、コントロールできているっていうところに目を向けろってことですね、はい、幸せじゃなくて幸福じゃなくて、はい、自分がコントロールできているところに目を向けなさいと、はい、目指すものじゃない、幸福は、幸福はこれ目指すものじゃないですか。目指すと、あ、幸福じゃないと、はい、僕は不幸なんだになるよっていう話ですね、はいはい、でこの本では先ほどのラスさんはね、はい、価値観っていうのは好きなアイスクリームの味のようなものだと言っていると、はい、自分はストロベリー味が好き、他人はチョコレート味が好き、はい、だからといってそのチョコレート味を好きな人にお前ストロベリーを好きになれよ、はい、とは言いませんよねと、はい、確かに、はい、また友人とアイスクリーム屋さんに行って自分以外のみんながチョコレート味を選んでるからといってそれに合わせる必要もないと、はい、自分が今食べたいものを抹茶がいいなら抹茶食やいいじゃん、はいはい、そして一番よく選ぶのはストロベリー味だけどたまにはバニラ食べたいよね、はいはい、いや今日はちょっと冒険してチョコミントが食べたい、はい、まあ、チョコミント好きもいますよね、はいはい、あ、ごめんなさい、僕チョコミント苦手なんで。僕は好きです。ああ、そうですか、はい、なるほど。っていうように価値観というのは複数あってその時々にやって優先順位を入れ替え柔軟に選べるんだと、はい、まあ、確かに僕もそれチョコミント美味しいですか、じゃあ食べてみよう、これありですもんね、はい、ありです、うん、確かに、はい、で私は絶対にストロベリーしか認めません、はい、というような強いこだわりではなく軽く握ったり時には手放したりできるものだと、はい、べき論から来る行動や自分の本心に背いて我慢したり自己犠牲を払ってやったことに対しては私はコストを払ってるのに不当な扱いをされてるって思ってしまうものですと、はい、自分から元気に挨拶したいからしたというように社会のルールや他人の価値観ではなく誰になんて思われようが自分がいいと思っているからやるというのが価値観だと、はい、他人から頼まれたわけでもないのに自分がやりたいからついやってしまうことは何かを思い出してみましょうねと、はい、まあ、僕もなんかツイッターでね、はい、このアファメーションが大事なのは、はい、したい、はい、選ぶ、はい、するなんですよ。
したいがあって、はい、選んでするなんですよ、はい、なんかね成功しなければそれがね、はい、やっぱ出てくるんですよね、はい、人間ですね、はい、でその成功を目的にしてしまってるから、はい、うまくいかないんだと思うんですよ。コントロールできないですもんね、はい、コントロールできないっていうのと、はい、成功ってなんかまあ、目的じゃないって話ですよねこういうふうに生きたいから、でもなんかね、はい、楽に生きれそうなんですよ。楽に生きたいっていう圧倒的な目的があればいいのかもしれないですけどね。そのためには何をするのかみたいな。そうか、楽とは何かって話ですね、はい、で楽とは何か、はい、で楽だったら楽すればいいだけじゃないですか。何動画撮ってんのって話ですね。楽して成功って何って話ですよね。その成功は何を求めてんのですよね分かってないですだから僕がインスタに動画を上げるんですよ、はいはい、で成功するんだったら努力が必要みたいなところがあるかもしれないじゃないですか、うん、努力はしたくないから、はい、この村岡さんとかが言うのは、はい、自分が得意なことだよと、それあなた努力と思いませんよねみたいな、はいはい、でこのあっという間に人は死ぬからでは自分の価値観を明確にすることが大切だよって、はい、できっと価値観に沿った行動をしてると思うんですよ。普段の行動、意識してない行動。価値観ね、はい、価値観ってなんだよな、はい、というのでこの本では価値観を明確にするワークっていうのがあるんです、はい、まあ、困難な体験を振り返るとか子供の頃を振り返るみたいなのがあって、ちょっとそのワークは今日は飛ばします。で、価値観には先天的なものとか後天的なもので生まれてくるよっていう、できっかけとかいろいろどうやってやるといいっていうワークはあります、はい、これ今度なんかどっかでやりたいんですけどね、はい、はい、でこの章のまとめであるのが、この有意義な人生を送るためには自分の本心に気づこうねと、はい、本心ってなんだよ俺の本心ってなんだよ、はい、これタイプはありますね、やっぱりタイプはあるんですよ、はい、本心を見つけた時に僕は終わるんですよ、はい、で終わらないですけどね。終わらないですけどね。で、自分の本心に気づくことが大切だよ、はい。価値観の追求は自己実現と似て異なるものだよ。はい。で、価値観とは何であって何でないかっていうのを明確にしよう。はい。どう思います？やっぱそこが多分ずれてんじゃないですか。ナウシカは言うんですよ。はい。命は闇の中に瞬く光だ。はい、と言ったのは風の谷のナウシカ主人公ですと、はい、風の谷のナウシカ漫画読みました？全7巻全部は読んでないです、ね、あ、なるほど。これは不快と人類の共生の道を探っていく物語で、有害な大気を枯渇した大地、新しい病気や死などで汚染された星を浄化するべく火の7日間と呼ばれる最終戦争を引き起こした首謀者墓の主とナウシカが対話する場面で、ナウシカは次のように話しますと、苦しみや悲劇や愚かさは正常な世界でもなくなりはしない。それは人間の一部だから。だからこそ苦害にあっても喜びや輝きもまたあるのに、価値観というのは直視できない太陽のようにギラギラ輝くものというより闇の中に瞬く光であり、西に沈む夕日が消えゆくとき、これはまあ死をメタファーなんですけども、その時に思ってもなお消えずにそこに見えるものだと思います、はい、っていうので、この里舞さんは、まあ、西に向かえなんて言うんですけど、はい、で里舞さんはこれを言うんですね。今絵を出してます、はいはい、手書きで申し訳ありません。価値観を人生に役立てる方法を知ろうと、はい、目的を決めると人生に役立つっていうんですね、はい、例えばこの週に3回30分早く起きて朝に散歩します、はい、っていうのを立てたとします、はい、目覚まし時計を止めてしまってやらないとか、はい、新商品案について、はい、見込み客10人にインタビューします、はい、日々の業務を優先してやらない、はい、で自分がやりますって言ったことをやらず、怖いなと言った自分の気持ちを優先してストレスがかかることから逃げる癖はありませんかと、はい、これ耳が痛い人多いと思うんですけどね、はいはい、ストレスがかかることイコール自分が本当にやりたいことではないという認知の歪みから飛躍した結論を出し、自分を正当化していないでしょうかと。耳が痛くなってきましたね
耳が痛くなってきましたね、はい、まあ、多分体調にもこういうことは多分ありますよね。ありますよ、はい、僕みたいに見込み客があって、はい、ちょっとやってないみたいなとか、まあ面倒くさいこととか後回し癖みたいなのってそういうとこじゃないですか、うん、やらなきゃいけない、これを達成する、これを達成したら、はい、自分の思い通りになるみたいなところがあったとしても、うん、はい、まあ、ここの面倒くさいことから逃げる、はい、ってなった時に、あ、これ多分もともと自分がやれたことじゃないんだって言い訳してるみたいな、はい、状態ですよね。で、この本の最後の章、最後の章では自分の価値観を大切にしながら自己成長するための目標設定について解説していきたいと思うと。あれあれ、目的じゃないじゃんと、はい、目標って言ったじゃんと。で、目標設定と聞くと成功するための行動計画のイメージを持つことが多いのではないでしょうかと。インスタを毎日上げる、はい、YouTube を毎日上げるとか、はい、まさにこれですよね、はい、中には成功したいとは思わない、はい、目標も特にない、はい、日々を穏やかに過ごすことができれば私はそれでいい、はい、と思っている人も多いと思いますと。実際この里舞さんも巷にあふれる目標設定方法はあまり馴染みはなかったと。誤解ないように伝えておくと、成功するために目標設定してくださいと言ってるわけではないよと。これから伝える方法はあくまで自己小冊、セルフアウェアネス、自分を深く知るためのツールとして使ってくださいと、はい、アウェアネスの本といえばこの村岡剛さんにも出てきます、はい、苦しかった時の話をしようか。でも日本ではアウェアネス、自分に気づくっていう、はい、ことに事業とかで教えてないから、はい、ま、それを事業で教えることじゃないかもしれないんですけどね、はい、だからそれを知らない学生があまり、まあ、教えた方がいいよってレベルの話ってことじゃないですか、うん、言いたいのは。だからまあ僕、はい、まあ、確かにそのあまり頭は良くなかったんですけど、はい、このボリュームゾーンにはいると思ってるんですね、はい、でもまあ自分に気づくってなかなか難しいと思うんですよ、はい、でこの本で言っているのは価値観に合った目標を設定しようねっていうのが出てくるんですね、はい、で出てくるのがこの絵のことで、目標設定は目的、目標、手段の3段階で行おうね、はい、というのが出てくるんです。目標設定で大事なことは今ここに集中しながらも目指す方向を見失わず、それでいて柔軟に軌道修正していくことだと。これだけ聞くとなかなか難しいですねと。目標設定は目的、目標、手段、もう一回言いますね、目標設定は目的、目標、手段、3段階に分けて行うよと。目的は自分自身の価値観、進む方角であり、本当はどうありたいか、何を大切に生きるのかの軸となるものですと、はい、目標は目に見える到達点であり、価値観に沿って行動した結果たどり着く場所ですと。ただ西に進むだけでなく、西の方角に見えるあそこにまず行ってみようって決めることだと。で、手段とは到達点までどのような経路を選択してそこまで歩んでいくかということであり、日々実践できる習慣的な行動だ。到達するまでの経路は一つではなく複数あるとっていうので、この絵が出てきます、はい、目的が太陽ですね、はい、これは価値観で進む方角だと、はい、で山に旗が立っているのが目標、これは中間到達点で目に見えるもの、はいはい、でこのいろいろ山に向かう、旗に向かう矢印はこれが手段、